はい、皆さん、おはようございます。ねえ、嘘のような本当のわのお時間がやってきました。わですよ、わ。これね、話す。ね、あの沖縄のわ、それからお話ししようのわ、話すね。うん、それと、わを作ってこうね。みんなでね、なんか嬉しいこと、びっくりしたことね、そんなことをこのラジオを通して感じていただきながら、よりやはり健康で素敵なね、日々を送っていけたらというのでね、この番組を始めてます。もう3ヶ月目におかげさまになりましたけども、今日は9月の11日、日曜日、いかがお過ごしでしょう。なんかちょっとすっかり秋めいてきましたね、沖縄もね。うん、残暑厳しいなんて言いますけども、はい、いかがお過ごしでしょうか。今日もね、嘘のような本当のは、私土井秀人と申しますね。はい、そんなわけで今日もね、あの素敵なゲストをお迎えして、嘘のような本当のお話ね、お届けしたいと思いますが、このね FM 宜野湾からもいい秋の景色が見えておりますね。はい、今日も北条さん、おはようございます。はい、おはようございます。ねえ、ちょっとどうでしょう、私今日すごくねワクワクというかドキドキ実はしてるんですけども、あのお会いできない、ちょっと残念さも込み込みのお話でね、前先月か出てくださった松本さん、あの美人の松本さんからね、あのご紹介でということで、今日は広島県かね、広島県広島市と、お電話つながっている、上野夏実さんという方ね、嘘のようなお話をと聞きましたけど、このね夏実ちゃんも実は可愛いんですよ。わー、美人さんなんですよ。本当に、なんで電話だけかなはい、夏実さん、なんかどんなびっくり、まあね、来週ぐらいほら五条さんがまたこの1ヶ月ね沖縄以外を旅した話も聞きたいんですけど、なぜこの広島から上野夏実さん、驚きのなんか変化があったんですか。これは、この後ねご本人にお話ししてもらいますけどね、再生不良性貧血っていう超難病の100万人に8人というぐらいの人数しか出ない、まあ、非常に難しい良性の白血病って呼ばれたり、場合によっては白血病に発展することもある非常に厳しい病気で、たまたまというか、その松本さんの紹介で説明を聞きに来られたことがきっかけで水素を吸ってもらいましたけども、あとはねご本人にいろいろお話聞いてみたいと思います。はい、それではね皆さんちょっとご紹介しましょう。本当うっそみたいな話になりそうな予感です。僕はある意味ワクワクしてるんですけどね。はい、お電話つながってますかね、広島から上野夏実さん。おはようございます。はい、おはようございます。はじめまして。はじめまして、上野です。はい、土井と申しますけれどもね。え、そうですか、大変なご病気をね、されててということを伺ったんですが、このドクター水素ボトルとの初めて出会ったのはいつぐらいのことなんですか。ちょうど約1ヶ月前、1ヶ月半、もう2ヶ月になりますかね、ぐらいですね。吸ったのはまだ1ヶ月ぐらいかな。そうですね、7月からですね。そうですね、7月末ぐらいから吸わせていただいてます。わあ、やっぱりご病気のね状態を、はい、語っていただくにはちょっと辛いね思い出というかこともあるかもわからないんですけど、どんな風に過ごされていたんですか。ちなみにこのドクター水素ボトルと出会う前というのは、やっぱり出会う前は、その再生不良性貧血っていう病気自体が、一番大事な血球、3血球あるんですけど、赤血球、白血球、血小板っていうのが減少してしまうので、感染症を起こしやすかったり、出血しやすかったりっていうのがいろいろあって、まあ、外に出れなかったりとかで、お買い物もできないしって感じで、
で、ずっと病院が用意をして、血液検査をして、うん、その血球が減らないように、様子見っていうか、うん、形で過ごしてたんですけど。ちなみに、そのご病気というのは、はい、まあ、自覚症状というか、いわゆるお医者さんに見てもらって、どれぐらいの間、はい、はい、何歳ぐらいの頃からあれだったんですか？発症したのは去年の10月からなんですけど。ああ、でも最近なんですね。そうですね。で、治療はもう、なんていうのかな、人それぞれで、うん、短い人は短いんですけど、長い人は長くて、ほとんどの人が薬を飲み続けるか、骨髄移植をさせてもらうっていうのが治療法になります。そうすると、もちろん通院、毎回その通院をして、いわゆるお医者さんとお話ししたりで見てもらってからお薬をもらってということを何ヶ月か続けてらしたと。はい、そうですね。それでもちろん体調は優れないし、こう、まあ、伸び伸びと外に出て暮らせないし、はい、そんな中で出会ったということなんですね。そうですね。おお。最初に上野さんが、お花にね、はい、両方のお花にルッとこのカニューレというのをね入れたのはいつというか、どこだったんですか？ちなみに広島？広島です。北条さんがね。はい。で、こういうだからねって言ってお花に入れてみました。はい、うん、何分ぐらい、30分ぐらい、その体験会に参加したんですけど、北条社長が主催してくださった体験会に行ったんですけど、その時には30分その場で吸ってたんですけど、実はその後も吸わせてもらって、はい、うんうん、その日は6時間ぐらい吸ってたかなっていう感じですね。その日に何か上野さんの中であれって思うようなことがありましたか？ありましたね。もう私はすぐ感じました。なんか5分吸って5分ぐらい、10分ぐらいだったかな、した時に、うん、なんか汗が出てきて、もともとなんか汗かきではないんですけど、すごいほてったっていうのがあって、うん、あとはなんか貧血、再生不良性貧血って言われるぐらい、なんか貧血が結構ひどいんですよね。はい。なんで、立ってることがちょっとしんどくて、なんか息切れがしたりとか、立ちくらみがしたりとかするんですけど、はい、もうその回答でずっと立ってましたね。最初はね、それがちょっと驚きで。ね、最初は座り込んでね、辛そうにしてたからね、うん、場合によっては横になりながら聞いてもいいよって僕言おうと思ったぐらい、本人もね、辛そうにしてたんです、最初は。わで、ね、吸って、そのうちどんどんこう元気になっていって、で他の人の、ね、血流見たりとかしてるときは後ろで立ってずっと見てるからね、座っていいんだよって言ったら、いや大丈夫ですっておっしゃるから、うん、みるみるね元気になりましたよね。そうですね。こうやっぱりね、もうもちろん今はもうお分かりの通り、こう血流がもうみるみる良くなってきた、この証でこうほてってきて、なんかこうドキドキしませんでした？ああ、ドキドキはしてましたね。なんか緊張してるのかなとも思ったけど、はい、やっぱりポカポカしてたんで、あ、なんか手足もだから血流がすごく今の状態いいんだろうなとは感じてました。もうね、その日帰った日の夜がすっごい眠れたっていうのがあって、もともと睡眠剤を飲んでるんですけど、うんうん、睡眠剤なしでもうぐっすり寝ましたね。わ、LINE くれたんですよ。6時間寝れたって書いてありましたよね。確かね。はい。で、2、3日、全く寝れない時もあるんですって言われてたから、よかったねって言ったんですよ。はぁー。っていうか、そんな眠れないって、このご病気では、上野さん、普通なんですか？まあ、そのホルモン
ステロイド治療だったりとかされてる方は結構副作用で眠れないっていうのはあると思うんですけど、うん、多分私は不安とかから眠れないのかなって思ってて、いやでもおつらかったでしょうね、うん、そうですね、うわそれが今なんか僕がすごく笑顔でお話しされてるあの上野さんが想像できるんですけど、いいですかご気分は、はい、笑顔ですね、僕もね先週お会いしたんですよ。そしたらねめちゃくちゃ元気になられてるからね、よかったねって言ったんですよ。ね、上野さんはもう少し具体的にお話を例えばしていただくと、はい、どう変わってきましたか、今までと、この出会う前と出会ってからと、ドクター水素ボトルの。そうですね、なんかこの治療自体がいろんな治療方法があるんですけど、なんかすごく限られてて薬が少ないんですよ。まだ開発中の薬もあって、でも使える薬が 3,4 種類ぐらいしかないのかな、うん、でそれをずっと使って治療してたんですけど、なかなかその血球が上がってこなくって、で少しずつは上がってきてたんですけど、なんかずっと停滞って横ばいみたいな感じだったんですけど、その吸った1ヶ月後に検査があったんですけど、その水素ボトルをですね、水素ボトルを吸い始めて1ヶ月後になんかグンって上がったんですよ。横ばいとかじゃなくて、ちょっとずつとかでもなくて、もうすごいグンって上がって、わお、びっくりして、すごいよね。補助社長にご連絡しました ね。びっくりしたね。グンと上がった、検診というか、それこそお医者さんに行かれたんですか？聞かれました。どうしたの、上野さんっていう感じでした？そうですね。なんかいい調子だねって言われました。そりゃそうですよね、いい調子だねって。なんかね上野さん、はい、先週ね、ゲストの方とこんな話したんですけど、やっぱりね最初に体験していただいた30分ね、経つか経たないかでなんかね視界が変わってきたっていう話があったんですよ。遠くのものがね、うん、ちょっとこうすごく見えやすくなったとか、うん、鼻に近いじゃないですか目がね。あ、切れちゃいました。上野さん、はい、あ、聞こえます？あ、聞こえます、うん、鼻にね近いから吸引しているね、目の血流、あ、周りのね、うん、良くなってきて、なんか視界が変わってきたっていう話があったんですよ。うん、あ、そうですね、うん、なんか結構頭がぼやってする感じがあって、うん、まあ、それも貧血症状に含まれると思うんですけど、うん、なんかすごいはっきり物の見え方がはっきりするっていうより、頭のぼやがかかってるのがなくなるって感じだから、うん、すごい頭が軽くて見える範囲も広まったっていう感覚はありますね。あ、やっぱりそういう感じは本当にあったりしますか？あります、あります。体がすごい軽くなりますね。一番例えば他にもなんかこうあります？日常の中でひょっとしたら分かんないけどこういうとこが変わったかもしれないみたいな。まずは息切れがなくなったことと、うん、まあ、眠れるようになったことと、そっか、そうですね、息切れがなくなったことは一番大きいですね。これはあれなんですよ、埼玉医科大学が調べてくれてるんですけど、うちの水素ボトル吸うとヘモグロビンが増えるっていうのも分かってるんですね。うん、なのでまあそういう意味では先ほど夏美ちゃんが言ったヘモグロビンとか、うん、まあ、いわゆる赤血球ですよね、が増えましたっていうのは、そうなるよっていうことはもう実験で分かってるんですけど、まあ、そのことによって酸素をこうたくさん運んでくれるわけですから息切れ呼吸が楽になる。うん、まあ、これを活用してスポーツアスリートたちは高地トレーニングをしないで、うん、うちの水素を吸うと高地トレーニングの大体2倍から4倍の効果が出ることも分かっているので、うん、まあ、それを活用していると
ということで、まあ、彼女の場合には息切れが楽になったっていう形で出ましたね。なるほどなるほどね。じゃあちょっとねここでね素敵なお話まだまだ続きたいなと思うんですけど CM 行きましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、ねえ皆さん、そんなこんなでびっくりするようなねえ100万人に8人の大変もうね珍しい、ご病気をされていた今もかもしれないんだけどね、素敵な、上野夏実さんゲストにびっくりするようなお話をお届けしてるんですけども、はい、私は土井秀人と申しますね。なんかこのねドクター水素ボトルね、気になった方は090-3045-0639、090-3045-0639、あとはね、うん、いやこんな話もしてよとか何でもいいですよ。あのメールアドレスね言っておきましょうね。797@fmginowan.com ね。この放送はねもちろんもうこの後すぐね、アーカイブで YouTube でね聞くこともできます。それから、サイマル放送も行ってます。スマホで聞く場合アプリリスラジカマイチューナーレディをダウンロードしてくださいね。はい、ぜひぜひちょっと皆さん健康目指しましょうね。はい、日曜日こんな早くから聞いてるのみんな健康ね。はい、そんなわけでですね、北条さんちょっと、うん、僕もちょっと当然ね病名とかあのやはり不勉強が過ぎるんですけれども、あのいかに普段私たちがこの言ってるね痛みがやっぱりねだんだん良くなっていくとかっていうのも、あの僕ね正直ね怪しいって思う人もいると思うんですよ。ね、そうですよね。正直ねそんなわけがあってね。いやだって売ってる僕らが驚くんですから。まあね。本当にあの販売をね、してるね WO イーストの北条さんが驚く話がこんなに人生ここ数年驚くこともないですよね。でもね。もうほとんどね毎日驚き続けてます。ねえ、うん、本当にその毎日驚きの。上野さん、夏実さん、はい、うん、上野さんの驚き、ね、たっぷりと聞かせていただいたつもりではあるんですけど、今現在はおよそ、うん、1ヶ月ぐらいでしたっけ、あれ、そうです ね、うん、あのもちろん毎日続けてらっしゃるとは思うんですけども、笑顔増えてきましたか。はい、はい。よかったです ね。ラジオを通して例えば上野さんがお伝えしたいこと皆さんになんてありますか。さっきなんかリハーサルの時にちょっとなんかみたいな話が出そうだったね。どうですか。そうですね、やっぱり水素って聞いた時にイメージが酸素とか二酸化炭素とか、なんかこの地球上にある元素の一つじゃないかって思って、うん、そんなんが体の中に入ることで治るわけないって思ってたんですよ。改善されるはずがないって思ってて、うん、信じてなかったんですよ正直、うん、なんですけど決めてたってその私の中で水素ボトルが決めてとなった理由が、北条社長があの水素は骨を通すっておっしゃったんですよ、うん、で私は骨髄の中の血流がすごい悪いっていうか、骨髄で作られないんですよ、その血なんていうのかな、うん、血球を、うん、はい、
だから水素が私の骨まで届いてくれたら、もしかしたらめちゃくちゃ良くなるのかもしれないと思って、それを信じて吸い続けたんですよ。はい。そしたらみるみる血球が上がってきたので、すごい嬉しくてだからなんかその皆さんにお伝えしたいっていうのは、なんかこう改善する可能性があったら何でもトライしてほしいなって思うのが私が思うことです。ああ、そうですね。素敵なご紹介というか言葉だと思うんですけど、閉ざしてしまうって簡単ですもんね。うん、そうですね。ね、嘘って言ってそこで一歩も二歩も後ろに引いてしまうと出会いがなくなっちゃうのに、もう残念ねっていう方もね、僕なんかの周りにもやっぱりいるんですけど、信じてみたわけですね。はいはい、よかったです。なんかね、すごくすごくすごく大変なご病気だとは思うんですけども、本当によかったですね、出会えてね。はい、はい、もう本当に出会いで、もちろん今病気を見てくれる主治医の先生もそうなんですけど、すごいいい方で、うん、であとは周りの友達もすごい理解してくれる友人ばっかりで、そして水素ボトルでは北条社長と出会ってるので、うん、もちろん家族にもすごい感謝してて、うん、なんか全ては出会いだなって思ってました。ありがとうございます。上野夏実さんからちょっと最後に僕質問しちゃっていいですか。はい、もっともっと本当にね、さっき北条さんの言ってたアスリートじゃないんですけど、もう本当にスーパーね、楽しくなってきちゃったら、なんか将来したいことありますか？そうですね、ずっと英語を、言語を学んでたんですよ、高校生の時から、うん、なんで海外飛び回りたいとか、うん、サッカーもしてたんでスポーツもしたいって思ってますね。できそうですね。ね、できそうですね。本当ね。聴力までいい方向に向かうケースが多々発生しておりますのでって言えばあれですけどね。うん、いいですね。夢があってね。はい。さあ、広島でね、ぜひそこだけに限らず世界中飛び回ってね、英語を使っていろんなことができますように、この後沖縄ね、宜野湾市からお届けしていますが。今日はね、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ちょっとね、締めくくりはこの後なんですけど、北条さん、なんかうるっときますね、本当ね。いや、もう本当に嬉しいですよ、うん、でね、お会いするたんびにもう元気になってくるから、彼女がね、うん、そういうのに、まあね、他のお客様もそうなんですけど、皆さん良くなってね、嬉しい嬉しいって言ってくれるから本当に嬉しいですよ。いやいやいや、本当にね、うん、こういう美しい女性から、うん、さらに美しくなって、それからもっともっとね、将来は楽しみだっていう、ね、うん、ね、沖縄でいうとおじいおばあもそうだし、ね、腰を痛めて、うん、もうどうもならんかった方ね、いろんな方ね、この後だから毎月、ね、4回5回番組やらせていただいてて、もう本当にいろんな方にお会いしていくと思うんですけど、何より笑顔が見えるっていうのはね、そうですね、素晴らしいな、嬉しいなと思います。うん、ね、ぜひ、じゃあ、あれですね、もっともっと、ね、上野さん元気になったら、ね、いろんなとこで、うん、出会ってみようよっつってね、うん、まずは一歩踏み出そうっていう感じですよね。そうですね、沖縄にもぜひ遊びに行きたくて、うん、北条社長にも土井さんにも、もちろん松本さんにも、うん、すごい楽しみにしています。ああ、そうですよね、うん、皆さんでね、お会いしてね、美味しいお食事でもできたらと思ってますが、はい、ね、今日もね、嘘のような本当の和のお時間、皆さん最後までね、お付き合いいただいてありがとうございました。